はい、えー、インターネットとスマホのね全盛の時代が来たと言ってもいいんじゃないかなと時代は 4G から 5G へとますます高速通信が可能になり、えー、ものすごくねディレイが遅れるあディレイがなくなるんですよねこうやって放送して動画を送っても数秒遅れて届くっていうのではなくてもう一瞬で届いてしまうね2時間の映画が3秒でダウンロードできるみたいな時代ですよねさあすごいですよねこの IT の時代情報通信の時代 皆さんいかかがお過ごしですかね私がいつも思うのは歩きスマホをするぐらい情報のやり取りが忙しいのになぜかね苦しい生活 IT 貧乏みたいなねなんでこんなにあの科学が発展して情報通信とかね多くのものがコミュニケーションが世界中で豊かになったのになんでねもっともっと苦しくなるんだって話ですよね豊かになってしかるべきですよね不思議ですよねまあそれでですね30年後の地球を想像した時に私ね昨日銀行に行ったんですけども これ皆さんもね感じると思います。私銀行に行くためにずーっと思うんですけども、銀行って70代、80代の方がね多いんですよ。病院かって思うぐらい多いですよね。これが何を意味するか。若い方が来ずに60代、70代、80代の人が待ち的で行列作ってると。これが何を意味するかなんですよ。30年後にこの人たち、60代、70代、80代っていう方が銀行に来なくなったとき。 お亡くななりになるかもうちょっとね銀行までも大変だから来なくなっちゃうみたいなことになった時じゃあ今今ね20代30代40代銀行を必要としてないんですよインターネットバンキングありますんでね銀行必要としてない一部の人は暗号通貨みたいなのをやったりとかネット決済とかするんでクレジットカードで銀行行かないんですよ、ね、そうなると銀行行かない世代が60代70代80代になっていきなり銀行行きますかね行かないんですよ30年経ったら銀行の窓口業務 やるのはいいですすけども誰も来なくなくりますよね、うんまあ、そういう風な未来が皆さんの街でも想定できるんじゃないかなと思うんですよ。ですからねこれから銀行に勤める方って窓口業務はもうなくなりますんでもっともっと難しいね IT とかっていうことになってくると思うんですよだから IT がわからない人とかっていうのはもう銀行っていうからあらゆる業種で必要なくなななりりままますす業種っっててていう考えががなくなりますよね、ま、ずは IT ができてそれからって話になります。 昔は、ね、どんな職業も体力が必要だとか言われましたけども今は体力ではないんですよ IT リテラシーが必要なんですよだからパソコンが使えない人スマホが分かんない人 LINE ができない人こういう人はまずは就職先にないということですよねえそ、ー、働くっていう概念もだいぶ変わると思いますよね、うん、YouTube をずーっとやってたらそれで生計が成り立っちゃうっていうのが正解なんですよ、うん、YouTube じゃなくてもいいんですけどもとにかく IT を使い込んでね使い倒していけばいいってことになります ここでね、面白いニュース昨日、うん、私はねゲットしたんですよ。それはね、えー、NHK の職員で内部告発をしてクビになった橘隆さんんいいう方がいるんですよ。もうねその時は精神疾患を患ってもう誰のことも信用できるのかなかってんね社会の底辺にドカーンと落とされたわけですよね。そしてそこからフリーのジャーナリストとして一年発起して始まった時に大阪の橋本市長に「フリーのジャーナリストです」って質問したんですよね。 私は NHK を内部告発したらクビになりましたみたいなこと言ったんですよで橋本さんはその時になんかね何がしかの反応したらしいんですけど私その画面見てないんですよでそこからですねその底辺から上り詰めて今国会議員ですよすごいですよねうんだから組織を離れると人間はこうなるんだってことと IT を使えばこの人はね Facebook じゃない YouTube をかなり使い込んでますからね IT を使い込むとどんなところからも どんんんななななとところにも行けるってでではないかなと思うんですよ、うん、自分と比較してみてどうですかね IT を使ったことによって自分は何かしらの益を得てるだろうかそれとも IT を使ってるからこそ損になってるだろうか不利になってるだろうかっていうこと考えたらね、うん、なんか包まされるもんがありますね身につまされるもんがあるかなと思いますじゃあ今回は IT 貧乏ということでした IT を知れば知るほど貧乏になるみたいなねそんな,方にそんなことにならないようにしていきましょう